ケイタさん、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。ケイタ式のね、はい、第4期がいよいよ始まるんですけれども、はい、でそれでその前にまず第1期からのね、ちょっと振り返りをね、軽く行いたいなと思うんですよね。で第1期は思い返すとコロナ禍前からスタートで、あの頃はね、まさかその1年後には世の中が今みたいな感じになってるって、はい、誰も思ってなかったですよね、本当に。そうですね、そうですね、うん、みんなでほら01になれたって飲み会やってたですからね、まあ、そうですね、でしょっちゅうオフ会やってましたし ね、第1期生たちが01になって酒飲んでわーって言ってて軌道乗ったっていうね、はい、ところで、はい、その後ちょうど僕もマレーシアに帰ったんですけど、飲み会ですけど、はい、そのタイミングでもコロナ禍が本格的にスタートしちゃって正外国人が日本に来れなくなっちゃったみたいなね。あとは世界的にオフラインよりもオンラインで商品を購入する流れが加速した。これが追い風となって一期生の中で本当に真剣に取り組んでいた方々がね、年収1000万以上2000万以上の大台ベースに乗ることができたっていうね、そういう流れがその後、ね、非常に短期間で出ちゃいますよね。ここで重要なのは啓太さんだからできたんじゃないかみたいな、そういう半信半疑の気持ちがみんなあったと思うんですけど、やっぱり第一期生たちのこの再現によってね、はい、払拭されたっていうのがあれですよね。まあ、そうですね。そしてその次の年第2期生の活動がスタートしたんですけど、はい、この時にはすでにねコロナっていうのが当たり前で、でさらにはまあオーストラリアさん、マカン、エムタさん、北海道さんはじめね、第一期生たちの活躍によってもう本当啓太式は稼げるんだって周知されている、まあ、そういうのが全て合わさって第一期生よりも多くの方々が、ね、一斉に01になってね稼げるようになったってね。そうですね。でやっぱり世界的にはもう本当にリアル店舗がね休業するようなね前代未聞の状態も多発して、巣ごもり需要っていうのもできましてね。で当然それに合わせて Amazon、eBay、 これがもうどんどんね利用者数売り上げも増加していったので追い込んでいって、はいはい、であとは面白いのは啓太式を取り組む、ね、受講者のね層が幅広くなったなと。当然は自分で啓太式で修羅の練習を目指していきたいっていうね人もいれば、はい、あとはね、まあ、社長さんすでにやってるんだけど啓太式を自分以外の第三者に任せてね、自分は労働経営者から経営者のステージに上がりたいっていうね、まあ、僕たちパターンがねあれがあったり、はい、さらには、まあ、サラリーマンをすぐに退社するつもりはないけれども子供の学費分だけ稼ぎたいとかね、で1日に捻出できる、ね、限られた時間の範囲で狙って月商200万300万水準を、ね、目指す副業組が増えたり、あとはここも面白いのが、まあ、以前はねコロナ前まではリアルでね普通にレジ打ちだったり何だったりパートをしていたけれども、はいはい、コロナ禍で外で働きたくなくなった、はい、専業主婦の方がアルバイトパートの代わりに啓太式に取り組むパターンっていうのも出てきたりね。そうだ、第2期の特徴としてはさまざまな目的に都合よく対応できるビジネスモデルなんだよっていうのが立証されたっていうのがこのことですね、はいはい、でこれによって目標っていうのは別に上を目指すわけじゃなくてそれぞれにとっての目標クリアできましょうねっていうね、はい、そして第3期ですよね、はい、第3期のスタート時にはコロナ禍っていうのはもう特別じゃなくてね、そうですね、ネクストノーマル当たり前の日常になってましてね、もう慣れて怖いですよね、はいはい、あれだけ僕なんかほら海外旅行ピュッピュッってこと言ってたのに、各国を言うだけで換金も当たり前だったのでとても恐ろしいことなんですけどね。そうですね、一昨日決めて今日ハワイ行けるみたいな感じだったんで昔はね。そうですね、まあ、そういう中で第1期生第2期生の確かな実績に基づいたデータベース、はい、体系化されたって僕たちの中でね、このね。そうですね、それなんでじゃあ啓太式活用して最初にいくらの年収取りたいんですかって聞けるようになった。で啓太式単体で目標年収2000万なのか、はい、1000万なのか、はい、200万なのか、500なのか、300なのか、200なのかってね、じゃあその年収を取るために具体的にいつまでにどんなパーツを集めてくださいねみたいな明確な指標とともにね、啓太さん自身も具体的にアドバイスできるようになりましたよね、だんだんね。3年経ちますんで。そうですね、そうですね、はい。で本当第1期生第2期生の本当データベースがいろいろあったんで、はい、まあ、当然3期生ももう絶対稼げるって分かってるしやればね、はい、それが分かるのがやっぱ啓太式総会とかね、直接1期生2期生とか先輩たちの口から今の状況を発表してもらうことによって啓太式本当に稼げたんだってね、はい、分かるような状態になってて。そうですね、はい、なんかほら啓太さんだけが言ってるだけじゃなくて僕とかね啓太さんだけが、はい、受講生たちが言ってるっていう、まあ、そういう感じで作ったのね、はい、みんながね顔を合わせて、はい、透明性高くするね、だからみんながあの人がオーストラリアさんだ、あの人が北海道さんだとか分かるような状態になってる。そうですね、当然、まあ、コロナネクストノーマルで日本への外国人入国規制も一斉に厳しい
さらには世界的な巣ごもり需要というのがさらに追い風も重なって、全てが重なったことで第3期生ではなんと01たった100日で月賞100万が続出したり、でさらには01たったの半年で月賞500万600万も登場して、そうですね、すごいですねこれね、はい、半年ですよって言ったりして、はい、でとうとう01たったの100日で月賞650万まで登場してしまったとね、はい、ただ携帯式っていうのは速さとか高さを競い合う、ね、競技じゃないんでね、そうですね、その最高が全てってわけじゃなくて、受講生それぞれの目的に合わせたね目標年収を取れるかどうかの方が重要なんでね、まあ、でもそこのところで啓太さんがこの目標年収から逆算して必要パーツを、ね、こうやって集めてくださいね、そうすればこの年収取れるようになりますよっていうのが本当だんだんのところ体系化されて言えるようになってきたっていうのがこの啓太式の最大の価値なんじゃないかなと思うんですよね。ここまで精度の高い、ね、ビジネスモデルってないと思いますよ。はいはいはい、あったとしても、はい、もうすでにフランチャイズ契約で、はい頭金数千万、月々の売り上げも本部でロイヤリティを引いてからっていうクオリティのビジネスですよ、もう。いや、再現性あるのはセブンイレブンとか再現性あると思うんだけどね、そう、だから、携帯式もだんだんそういうものになってきたと。はい、それが在宅でできますからね、はい、そう、在宅でね、はいはい、とにかくこれが第1期から第3期の立証によってね、はい、そのね目標から逆算された具体的な提案できる一つ上の、ね、ビジネスモデルに昇格したんじゃないかなと思うんですよね。でそういう中で第4期生啓太式の活動が始まるんですけど、コロナ禍から始まったネクストノーマルも引き続き、ね、環境を整ってますし、僕も未だに移動しないするときにはねもう隔離なんですよね、はい、でもその、マイナス要素ではないんですよね啓太式にとってはね、むしろじっくり時間が使えると。郵便局の国際配送問題とかそういうのがあったとしても啓太式にとっては解決策があったら、はいはい、逆に、ね、それが難易度が上がれば上がるほどね周りの人ですよね、はい、啓太式にとっては 防波堤になりますからね、自分を守ってくれるっていう、はい、安心なこの壁の内側で商売ができるようになるっていう、まあ、あとはあれですかね、啓太式のデメリットを挙げるとすれば、学生時代の部活とかね教室の勉強と異なって100% 在宅わけなんでね、サボっちゃうっていう方々を僕たち止めることできないじゃないですか、まあ、そうですね、はい、だってサボるなって言ったってそう音声聞いてなかったら終わりだからそうですね、そうですね、はい、これがねどうもできないかなと、はい、ズームの機会はものすごいたくさんあるんですけど、食べる機会はものすごいたくさんあるんですけどね、なんだけど、はい、そこにサボっちゃったらもう何もできないっていうのがちょっと弱点かなと思います、ね、そうですね、いや皆さんの家に勝手に訪問してねやってますかってやることもできないしだからね、まあそこがデメリットかなっていうのがあるんですけど、はい、まあ、でもせっかくね啓太式総会を行ったりズームがあったりとかね、はい、イベントを行ったりする、はい、ここにサボらずにね出席してれば必ずね、はい、本当に稼げるようになるっていうのは間違いない、そうですね、あとはどのくらいまで年収取りたいかってそこをね啓太さんにね伝えてほしいなと思ってね、はい、本当の本音の目標年収をこっそり啓太さんに伝えてほしいと、はい、皆さんにもやっぱり心に秘めたね目標年収みたいなのがあるはずなんだよね、そうですね、でも今までの時代だともう身の程知らずでそんなのってね思われるのが嫌で、はい、いなかった、この本音を啓太さんにぶつかれば、まあ、そのためにこういうことやってくださいねってもう超ロジカルにね言うことができる、そうですね、確かにすごいですよねそうですね、半年とかもちろん新しいことをやるので時間をしっかり作っていくっていうのは必要にはなりますけど、本当に半年で大きく変化する人はあるので、はいはい、当然ね目標年収1000万2000万目指すときは、はい、ね、狙ってね階段作ってったりしますよね、ほらそうですね、そうですね、はい、ドリボッチじゃ無理なのでということで皆さん啓太さんに啓太式に受講した後はね、はい、こっそり打ち明けてそこから逆算する形で取り組みましょうと、はい、そうですね、第4期生はねということで、はい、ご指導どうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。